スノーマンの今後何を目指しているのか。2025年にデビュー5周年を迎えるスノーマン。デビュー後すぐにコロナ禍に見舞われた。事務所の改革も行われた。それでも彼らは常にグループとしての進化を諦めなかった。この5月、メンバー9人が向かった先はスペイン・バルセロナ。ここから彼らの新章が始まる。イベリア半島の北東部に位置し、サグラダ・ファミリアをはじめとする歴史的な建築物が点在するスペイン・バルセロナ。5月中旬、スノーマンの9人の姿はこの世界有数の観光都市にあった。多忙な9人が全員揃って海外に足を運ぶのは、決して容易ではなかった。しかしスケジュールを縫ってでも、この地を踏みしめたいと願ったのは他でもない彼らである。ここにいる9人で、これまでとは全く違う作品を作りたい。スノーマンのメンバー全員がそう強く願っていた。